ヘボさユーピーロセということで皆さん、今日はですねドッキリを仕掛けていきたいと思います。同居している弟ね、ソーピーにちょっとドッキリを仕掛けたいんですけれども、内容としてはね非常に簡単。まあ俺ね住んでたユピハウスがそのオール電化だったのよ。だからガスっていうことがなくって、まあ皆さんはよくあるのかな、僕はちょっと初めてだったんですけど、この給湯器っていうのがあって、今運転状態になってるでしょ。この運転を外すと出てるお湯が水に一気になるんですよ水に。今ちょうどソーピーがねシャワー浴びてるんで、ここの運転のスイッチをね切ってお水を出してあげたいというふうに思います非常によくあるドッキリであるんですけれども、僕初めてですから、この給湯器パターンっていうのが。だからすごくワクワクしてるんでね、ちょっとこのドッキリをやりたいと思います。じゃあ運転切りますよあいつ向こうで運転をした。くそ、負けねえかな。あれ、あいつまたつけた。あいつまたつけたぞ。ねえ。ちょっと。どうした？ね、三回ぐらい言ってたでしょ。冷たかった？冷たいわこれしかもさ、運転これもう一回押してもあのいきなりならんしということで、以上新居での初ドッキリでございました。また見てくれよな。だね、ペコー。